こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。今日はちょっと自宅待機中なので、ラジオのように映像なしなんですけれども、このようにちょっと最近あった出来事をお話ししていきたいと思います。今ちょっと悩んでいることがあって、まああまりスタジオにいるときは感じていなかったんですけれども、今自宅でこうしてこもっているとちょっとした音が気になるんですよね。でスタジオの方も吸音とか防音をしたときに、ノイズが減れば減るほど細かい音が気になるようになってくるという、まあこういった現象があるわけですね。スタジオの方はマシンルームがあるので、基本的にマシンノイズもないし、まあちょっとトランスのうなりが聞こえるかなというぐらいなんですね。で、そう、このトランスもそうなんですが、今自宅で何の騒音に悩まされているかというと、なんか電気的なキーンって音がすごい高周波が聞こえて、最初何かこの電源つないでる何か電子機器が鳴ってるんだろうなとは思っていたんですが、ちょっと原因が究明できていなかったんですね。で、まあこの機械にと思って、これ何が鳴ってんだろうなって思ったら、トラックボールだったんですよ。で、あれ、このトラックボールスタジオでも使ってるのに、気になったことなかったのに、なんで自宅だとこんなに鳴ってんだろうと思って、耳を近づけてみたら、もうまさに USB から電源が給電されているトラックボールからキーンというノイズが鳴っていました。案の定 USB を抜いてみたら、このノイズが消えたということで、原因は分かったんですけど、ね、このトラックボール抜くと本当に静寂が蘇ってくるんですね。まあ、一見落着と思いきや、トラックボール繋がないわけにはいかないので、まあ、あともう一つは、これがたまたまこの個体の問題なのか、同じケンジントンのトラックボールでも他の個体なら大丈夫なのか、これの検証をまだできていないので、まあ、私がちょっと自宅から出られるようになったら、トラックボールの個体差というのを確かめておきたいなと思ってますが、こういったノイズですね、電子機器って必ずなんか鳴ってたりするじゃないですか。こういうのをとにかく極力減らしていきたいと思っています。なくなればなくなったで、それがいいかっていうと、静かすぎて今度は落ち着かないっていう人もいるんですよね。まあでもこの部屋は、自宅の方はですね、ものすごい防音してるわけではないので、小窓から入ってくる外の音だとか、まあ部屋から漏れて入ってくる家の他の音とかですね、もう漏れてくるので、まあ程よいかなという感じですね。というわけで、ちょっとじゃあこのトラックボールのノイズどんなもんなのかというのを聞いてみましょう。といった感じでございます。皆さん、制作環境のノイズ問題どうされていますか？ノイズが減るとこのモニター音の SN が下がって、より細かい音が聞き取れるようになりますので、やっぱりこだわりたいところですよね。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。